画展の中村と申します。本日は査定地域を忘れたいという趣旨でお話をいただき本当にありがとうございます。また神奈川県さんはじめ横浜市の皆さんにおきましても、私ども福島県さらには東北の復興のためにさまざまなご支援をいただいておりますこと、この場をお借りしまして重ねて御礼申し上げます。皆様ご承知のように福島県におきましては東日本大震災、地震、津波の被害、さらに加えまして原子力発電所の事故によります被害も今続いてございます。そのような影響もございまして、未だに10万人近い方々が県内外に避難をしております。こうした中、神奈川県さんにおきましても専任の方大変お世話になっております。お分かりしてまた改めてお礼申し上げたいと思います。福島県もいろいろ明るい話題も増えてきておりますが、やはり今風評の問題や風化の問題、これが大きな問題の一つになっております。特に風評におきましては、農林水産物、あと観光をはじめ、まだ震災の前に戻っていないという状況でございます。このような支援を通しまして、今回の支援を通し催しを取りまして、福島県におきましても様々な業種の方今回出展させていただいておりますので、島の良さを味わっていただければと思います。さらにすいません、ちょっと PR させていただければと思いますが、この4月から5月まで JR 東日本さんと共同で福島デスティネーションキャンペーンを開催しております。ぜひ一度福島にお見えいただきまして、福島の良さを感じ味わって、さらには温泉、日本一のお酒ございますので味わっていただければと思います。本日は誠にありがとうございます。皆さんこんにちは。横浜市会議長の梶村です。でございます。3点基調が参加ということで、昨日と今日、盛んに上がりまして、横浜公園、そしてここは象の穴パークと言いますけども、そしてまた、山下ふ頭等にですね、先ほど風評の話がありましたけども、そうしたことのないように、3県から多くの、トラックがですね、現地の品物を持って、横浜に来ていただいております。そこの駐車場のですね、すべて横浜町と、3月11日、私どもはちょうど統一地方選挙の真っ最中でありましてですね、今でも思い出しますけれども、あの時のもののなさとかですね、私たちも乾電池がないとかですね、いろんなことで苦労した思いがありますけれども、これは一時も戦車を使わずにですね、全て歩いて選挙に行こうとかですね、そんなことを今思い出しているところでありますけれども、それから5年経ってまだ17万の方がですね、まだ仮設住宅にお住まいだということでございますので、私たち日本全国挙げてですね、やらせていただくことが全くできるところでございまして、どうぞ両方の皆さんもこの日をまた契機としてですね、引き続きのご支援をよろしくお願いを申し上げたいと思います。ありがとうございます。横浜市副市長の渡辺でございます。5年目を迎えるにあたりまして、もう一度あの東日本大震災を経験した者として、この時代を生きた者として、決して 3.11 を忘れない、これを風化させないという決意を新たにしているところでございます。そして行政の者として、市民の皆様と一緒にこれを契機にして進め始めた防災減災のまちづくり、安全安心なまちづくり、これをしっかりと進めていこうということも合わせて決意をしているところでございます。どうぞ引き続きのご理解とご協力よろしくお願い申し上げます。